松山市港町4丁目のアートギャラリー風で第35回アトリエ商店が開かれました。この展示は絵筆で人生に彩りををテーマに、渡辺翔光さんが開いている絵画教室アトリエ翔の会員による作品展で半年に一度開催されています。会場には会員が思い思いに描いた絵画作品24点が並びました。時々山に登らせてもらうんですけど、北八ヶ岳去年行きまして、嵐の中をやっと降りてきて、ふっと見ると私の別荘ではないんですけど、小屋がありまして、迎えてくれたみたいな感じで、その風景があまりにも感激しまして、ぜひ描こうということで描きました。ここの四国 の木とは違うので、白樺風のいうここら辺とは違う木の状況いうかな、風景を表したいなと思ったんですけど、まあ、なかなかちょっと技量がまだまだ足りないんで、もっともっと勉強しないといけないなと、はい、これを書きまして思いました。山登りが趣味なので、いろんな山を描きたいなって思うんです。それで山の風景って言っても、その山の空気感っていうのをすごく表したいなと思うんですけど、そこまでになかなか10年以上描くんですけど、表せないんですけど、頑張りたいなと思います。はい、アートギャラリー風では次々企画展や公募展を開催しています。次のイベントは第8回水彩作家展です。愛媛県内外で活躍する水彩画作家の作品を一堂に展示いたしますので、ぜひご覧ください。8月25日から30日開催いたします。今回の展示は自宅でも楽しめるよう、アートギャラリー風のホームページ、ウェブギャラリーでも鑑賞できます。なお、次回の展覧会は水彩作家展で8月25日から開かれるとのことです。